久保さんまあ確かにねお金は逃げられないんですよねまあ,あの宝くじでね6億とか10億あったらまあなんとか大丈夫かもしれないですけどそれ以外なんかお金の問題は付きまとうのでに逃げてもあの今月の携帯代払わないといけないんでどうぞ自由に逃げてくださいただ携帯代払ってください家賃払ってください水道代払ってくださいガス代払ってください電気代払ってくださいっていうね請求書は切るんで だからまあ請求書から逃げたいんだったら自己破産すると。で、自己破産したとしても <laughs>、またどっか借りたらね、またその請求書来るだろうし <laughs>。だから、もう自己破産して、まあ請求書から逃げたいんだったら自己破産するなおかつ全部自給自足して、水道、ガス、電気ないところで、無人島かどっかで生きていくしかないんじゃないですか。うん で、まあ、今回、利根川さんですね。利根川さんの言葉をちょっと引用させていただきます。30になろうと40になろうと奴らは言い続ける。自分の人生の本番はまだ先なんだと。本当の俺を使っていないから今はこの程度なんだと。そう飽きず言い続け、結局追い死ぬ。その際、嫌でも気づくだろう。今まで生きたすべてがまるごと本物だったことを。<laughs> 今まで生きてきたすべてまるごと本物だったと。 いうことをみたいなこれはあのカイジがねあの釣り橋あの生きるか死ぬかのつってあのなんか2,000万取れるっていうねその橋のゲームしてる時にまあ利根川さんが言う,言うセリフなんですけどこれしびれるんですよねこれめちゃくちゃいいっていうだからまあなんだろうな現実から目を背けてる人が多すぎるってことですね別に逃げてもいいけど現実はもう現実であるよと電気ガスあなたが水道代ひねったらね あの金はかかってんだよっていう現実はあるんだけどそれを本物としてうー感じていない受け,取受け取れてないっていうところがあるんじゃないかなとだからお金についてお金の話すると気嫌いする人はいるんですけど別に気嫌いしてもいいし逃げてもいいしだけど事実はそこにあるよどうしますって話ですだからその問題をどっかで解決しないといけないしうん解決してるんですかとしてるんだったら別にいいんだけどほとんどの人はしてないですよねほとんどの人があの総資産まあ 僕たちはあの障害賃金が2億3億って言われてますけど最低でもじゃあ貯金通帳に3億円ぐらいあるんですかと働かなくてもある程度飯食える預金はあるんですか ただし、その預金も、日本が破綻したらその預金はどうなるんですかっていう話だったりとか、まあ、結局ね、ずっと必要なんですよね。なんか勉強も必要だし、お金を稼ぎ続けるとか、なんかその、なんかその、リスクを分配するとかね、まあ、海外で資産を持つとか、なんかいろいろやっていかないとダメなんですよ。いろいろとね。<laughs> 日本がずっと安泰するっていうことは、逆に言うと、今の経済状況、これからの、うーん、V 字回復はあり得ますが、高度経済成長、バブルの時に日本は戻れると思いますか言ってらっしゃい。